エビラ・マサヨシは JRA 所属の元騎手で現在は調教師。2001年度の全国リーディングジョッキーであり、2012年に史上7人目の JRA2000 勝を達成した関東のトップジョッキーである。北海道札幌グリーングラスが勝利した喫下賞を見て騎手を志す。小学生の時に、 足の難病を発症するが、その時に入院していた病院に当時、読売巨人軍に在籍していた、大貞春が疑問、ジャンケンを勝ち抜き学こしてもらう。後に騎手となった際に王とは再会を果たすことになる。その後、病気は奇跡的に回復し、札幌市立東白石中学校卒業後に競馬学校入り、1986年度卒業の競馬学校3期生で、 あり、同期に、竹豊がいる。競馬学校卒業後の1987年に、矢野進厩旧車からデビュー。初起場は、同年3月1日、中山競馬場、第5競争の新馬戦で、14番、人気アイガーターフに起乗して人気通りの14着に、敗れた。同年4月12日、同じく中山での未勝利戦で2番人気、ダイナパッションに騎乗して初勝利。 この年、エビナは30勝を挙げて新人騎手賞を受賞した。2001年には133勝を挙げて全国リーディングジョッキーに。2012年には史上7人目の JRA 通算2000勝を達成している。2021年度の新基調教師免許試験に合格したため、2021年2月28日をもって騎手を引退し、 翌三3月1日より調教師に転身する。最終日には中山競馬場のウィナーズサークルで引退式が行われた。ただし、新型コロナウイルス緊急事態宣言発令に伴う無観客開催のため、YouTube ライブで生配信された。愛称はエビショー。夫人は元土曜競馬中継司会者の石森和江。調教師のエビナノブヒロは登園にあたる。 アパパネデビューから6年目の1992年、フェブラリーハンデキャップをラシアンゴールドとのコンビで制し、重賞初勝利を挙げる。GI 初勝利はバブルガムフェローに起場した天皇賞である。その後、JRA の GI 勝利は26まで積み重ねた。これは日本競馬歴代6位の記録である。クラシックではアパパネとのコンビで、 中華賞を含む2010年の頻馬三冠を勝利した。他、梅のファイバーで1999年の優秀頻馬を勝利。ボバではマンハッタンカフェで2001年の菊花賞を、イスラボニータで2014年のサツキ賞を勝利している。東京優春は1991年の初起場以来、30年で25回起場し、2、3着がそれぞれ2度ずつあったが、 ダービージョッキーの称号にはとうとう手が届かなかった。今後は長教師として勝利を目指すことになる。エルコンドルパサー海外遠征での実績は日本人騎手としてトップの成績を残している。995年、藤山県山に起場した香港国際カップで海外重賞を初勝利。1998年より、的場人氏に代わってエルコンドルパサーの主戦騎手となり、 同馬とのコンビでサンクルー大賞を勝利し、外戦門賞を2着した。2000年夏にはアメリカが衆国に先海岸へ長期遠征。2010年、2011年には中山フェスタに起場し、エルコンドルパサーを管理した二宮吉高町教師とのコンビで再びフランスに遠征。2010年のフォア賞、外戦門賞を2着した。 マンハッタンカフェフェノーメの車字は統一 GI、太字は海外 G1 を指す。ありがとうございます。